チョコマルです。ゴンチン、以前チャンネル登録者数様が1500人になった時の動画で、今後の活動予定について月替わりでね、いろんなレイアウトを紹介していきたいっていう話をしてたんですけど、その企画をついに始めようと思います。本当は12月からやる予定だったんですけど、大人の事情で早めちゃいました。使う水槽はこちらの今ね、ウォーターフェザーを育成中の20センチキューブになります。それでは今月のレイアウトはこちらです。でしょうか。今月はハロウィンが近いっていうことで、ハロウィン水槽にしてみました。で、以前ね、あのハロウィンのツリーを使ってちょっとだけレイアウトしてたんですけど、今回はアートチョコマリウムということで、ちょっとだけ本気、半本気本気でレイアウトしてみました。使ったアイテムはセリアさんとダイソーさんで買ったものだけです。ちょっとね、300円する商品もあったんですけど、それはあれしてください。セリアさんとダイソーさんは大好きなので、行くたびにね、あ、これ使えそうと思ったアイテムを結構何個かね、まとめ買いしてストックしてます。で、あ、これいいかもって思って買ったのって結構かぶっちゃう時もあって、あ、これ持ってるのに同じの買ってきちゃったみたいなのも多々あります。皆さんはそうならないように気をつけてください。
って20センチサイズにカットした鉢底ネットにガラスタイルをグルーガンでくっつけていきます。ちょっとね爪が伸びててお見苦しいんですけど、これ以上切っちゃうと深爪になっていてててってなるので、はい、ごめんなさい。でこの下に敷いてる茶色いやつはクッキング用のねオーブンシートなんですけど、これを敷いとくとグルーガンが弾いて鉢底ネットだけにくっついてくれるので便利です。でこんな感じで端っこから端っこまで全部タイルをくっつけます。接着にグルーガンを選んだ理由は、貼り付けにね失敗した時とか、まあレイアウトをねリセットする時、このガラスタイルを再利用したい時に簡単にペリって剥がせるので便利だなと思ってグルーガンにしました。次はこのかぼちゃさんなんですけど、光らせてみるとねあんまり可愛くなかったので、白い状態で使おうと思って中のライトとか電池のねあの丸っこい部分を全部引っこ抜きました。でこのままだとぷかぷか浮いちゃうので、このねダイソーさんで売ってる剣山、プラスチックでできてて後ろにね吸盤がくっついてるんですけど、これをあの穴の中に埋め込んでみました。これはその場の思いつきでやってみたんですけど、ぴったりジャストサイズだったのでラッキーですね。どうやって沈めようか全然考えずに買ってたので、はい、いつもこんな感じです。というわけで今回今月のアートチョコマリウはハロウィン水槽になりました。今月末までこのレイアウトで行こうと思います。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。余談なんですけど、あの炭酸水まだ出てます